ナイフ型め蛇谷に。
橋まで駆け寄って頼む。わしらのため。無事な。おめえか。参ったぜ。ネズミが多すぎな。うじゃうじゃ湧いてきやがった。よほど一心が怖かったかよ。おかげでらしくもねえことをしちまったぜ。何がおっと。ネズミどもがよ、ガキまで切ろうとしやがって。ついな。ガキを助けてこのざまだ。黒笠のムジナ様も焼きがまばったかって。おめえにゃ目を知れとんな。俺の釜根を勝手にあされ、渡すのが面倒で。
全部燃えちまった。炎が暴れ狂ってひどく泣いてやがる。
生き残ったのかい。なんとなくは分かってるんだろう。あの片腕の鬼が元は何者だったのか。ああ、うん。だったらしょげっかえるじゃないよ。ずっと仏を掘り続けてなお怨嗟の炎に焼かれ鬼となり苦しむは、あやつの自業、因果なのさ。あんたはそれを終わらせた。送ったんだよ、あやつも。きっと感謝しているさね。あんた、覚えておきな。怨嗟はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっとひどいことになるだろう。だからって、あんたが代わりになることはないんだよ。さあ、もうお雪、あんたには、あんたのお役目が、なすべきことが、あるんだろう。とう始まったな。アシナ一心が言ってライフ型の大進行だ。アシナはもう持たぬだろうよ。さて、俺もいよいよ潮時だが、旦那、まだ商いが必要かね。ああ、情報以外の品のことか。昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ、品に寄せんもないだろう。ああ、物資のじいさんなら消えちまったぜ。ふらふらと炎がどうとか言いながら、多分戦場に向かったんだろう。俺には関係のないことだがよ。じゃあな、旦那。
九郎様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。健一郎殿。そのようなものでは、決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな、行為。参る。ああ、しまいとしよう。俺がアシナを生かす。何もできなかった。だが、竜印がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえに赤炉、お主を斬るぞ。参れ赤炉。Okay.
サウラマン。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。クロー殿、今はどうか安らかに私の心に留まってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。クロー殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。